バナナ、12レベ、黄色いこのバナナをレベルアップさせると、紫色になったぞライフ、495、スピード、135、パワー、90、スキル、曲解、体力が残り 50% 以下の時、パワーチャージが 50% アップする。最終形態になってもライフとパワーが少なめだぜ。早速オンライン対戦やっていきましょう。いきなり VTuber のファンみたいだな。最近謎にホロライブで大流行してるので、ファンの人も強い人ちょいちょい出てきましたね。シシカバブを上限解放させるのはゲームわかってる人だぜ。相手バナナの特徴わかってるっぽいので、ちょいちょいタイミングずらしてきますね。対策されるとステータスの差で押し切られるぜ。さて、あとちょっと、これはどうなるか。負けたー。また強い人と当たりました。そして相手もバナナ。バナナ対決になりましたね。バナナはサイズが大きいから、重ならないように先端の初期位置が上下になるぜ。お互いレベル最大なので、完全に実力勝負です。今んとこいい感じだぜ。さあ、押し切れるか。ぐぬぬ、おいおいやばいぜ。じゃー。今度はメタルホットドッグとの対戦です。そろそろ勝ってくれよな。バナナの攻撃は主に2通り、下からアッパー気味の突き上げと、水平に横殴り、この2つの攻撃を高スピードで当て続けて倒すスタイルです。ただ、パワーがちょっと足りないぜ。下に空振るので、ちょっと上方向への大振り、攻撃タイミングで変化させられるぜ。あとちょっと。おやー。今度はマグマホットドッグですね。また VTuber のファンみたいだな。バナナの力、見せつけてやりますよ。ステータスは大差ないぜ。めちゃくちゃ危ねえじゃねえか。いいや、こっから巻き返す。おやー。珍しすぎるやつ来ました。マグロ寿司はめったに見ないぜ。上限解放してたんですね。え、パワー強くない？バナナの 1.5 倍135のパワーステータスだからな。つえー。やはり上限解放してるだけあるぜ。今度はストーン積んでですね。これもパワー系だぜ。バナナはライフ少なめなので、パワー系はほんと怖いです。相手はゲージマックスで 55% 攻撃上昇するぜ。いい感じ。あらら。うげ。じゃあ。お、これはライトニングウィンナーなので、黄色対決ですね。最終形態バナナだから黄色くねえだろ。太さが大違い。ライトニングはバナナ以上に、スピードが速くてライフが少ないです。性能の癖が強いぜ。あとちょっと。あらら。めちゃピンチだぜ。まだ勝てる。おやー。